リディ&スールのアトリエ、不思議な絵画の錬金術師。いらっしゃい。よく来たわね、双子ちゃん。何を見せてくれるの？これで平気？ありがとう。確かに受け取ったわ。本当にこれでいい？じゃあ評価を発表するわよ。お見事、素晴らしいわ。文句のつけようがないわね。二人の作り上げた最高の一品、しっかり受け取ったわ。おめでとう、双子ちゃん。これであなたたちは無事 S ランクに昇級よ。
かも。この国初めてのね。初めてのSランク。じゃあ、じゃあ、なったんだよ私たち。ずっと夢だった国一番のアトリエに。やったー、国一番、国一番だよ私たち。そうだよ、国一番ってことは国一番ってことだよ。まあまあ、はしゃぎすぎて意味がわからないことになってるわよ。よかったね、タゴちゃん。ずっと二人のことを見てきたから、私も感慨深いわ。ほらほら、いつまでもこんなところにいないで、早く帰りなさい。国一番のアトリエになったこと、伝えたい人がいるんでしょ？どこ行く、どこ行く？教えてあげたいことがあって。いやつきながらにじり寄るのはやめてください。だいたい察しはついてます。Sランクに昇級したんでしょ。おめでとうございます。あれ、ルーちゃんが素直だ。絶対に認めませんって言うと思ったのに。私は二人と違って大人ですので、そんな短絡的な思考はしていないのです。確かに S ランクへの昇級では遅れを取りましたが、アトリエボルテールの権威は揺らがない。私もすぐに S ランクに上がって、あなたたちのアトリエに勝負を挑んでやります。今はせいぜい一時の栄光に喜んでおくことですね、二人とも。どこが大人なのやら。ルーシャ、その勝負絶対に負けないからね。うん、ルーちゃんなんてコテンパンにしちゃうんだから。それは私のセリフです。その時まで国一番のアトリエの座は預けておきますので。
あ、リリーさん、スーさん、ずいぶんと嬉しそうですね。ひょっとして、わあ、バレちゃいました？そうです、そうなんです。実は、特上のミルクを仕入れられたとか。違った！もう、コルネリアさんたら。ランク制度、ランク制度です。私たち、Sランクのアトリエになったんですよ。国一番のアトリエに。S ランクといえば前人未到として知られるランクだったはず。二人ともとってもすごいです。本当におめでとうございます。これだけめでたい時に何もしないというのは商売人の名折れ。思いつきました。当店は本日限り S ランクおめでとうセールをするです。S ランクおめでとうセール？はい、全品お値段 80% オフで商品を提供です。ただし、リリーさんとスーさん限定で。さあ、好きなだけ買っていってください。私も赤字覚悟です。いえ、さすがに悪いし、お気持ちだけもらっておきます。スーちゃん、できなかった分、今度何かしらおまけをつけますので。記憶をたどれば
気配だけが漂う空を見上げれば遠く声がする。ちょっとリリー、うせついてる。ダメだよ、私なら頼まなくちゃ。誘い出す、あれは水の香り、遥かなる道しるべ。ニコニコだね。何かいいことでもあったのか。はい、私たち国一番のアトリエになったんです。へえ、ってことは S ランクに上がったんだ。すごいじゃない。うん、その年でここまで上り詰めるとは昔のソフィーを思い出すな。私はフィリスちゃんを思い出しちゃった。二人とも今やすごい錬金術師だからね。リリーちゃんとスーちゃんもあの子たちくらいすごい錬金術師になれるよ。そうですね、目標は高く、いつか二人に追いついてみせます。できるさ、君たちになら。さて、ドロッセル。分かってるよ、お父さん。今から祝福の人形劇だよね。
ああ、もちろんお代は取らないぞ。二人とも見ていくだろ。では開演といくか。あいよ、国一番の錬金術師たちに送る人形劇、さあさあとくとご覧あれ。昔から言ってたもんな、国一番のアトリエになりてえって。いやー、めでてえ。キャー、負けてきやがった。よかったな。ハゲルさん、決めた。俺、ジョーちゃんたちの像を作る。もっといろんなやつに二人のことを知ってもらおうぜ。はぁ、そうですか。ああ、庭のインテリアにちょうどいいラージサイズに、部屋のワンポイントとして飾れるミディアムサイズ、それに持ち運びに便利なスモールサイズ。サイズは3つもありゃ十分だろ。うん、提案なんですけど、私たちのサインをつけるってのはどうですか。おお、いい考えじゃねえか。創作熱がメラメラ燃えてきやがったぜ。明日から制作に取り掛かるからな、二人とも楽しみにしててくれよ。はい。これで宣伝効果もバッチリ。なんだか大変なことになったような。私たちの像なんて本当に売れるのかな。どこ行く。
ついにやった。調合に失敗してアトリエを更地にでもしたのか。そんなわけないでしょ。アトリエランクです。アトリエランク。私たちついに S ランクに上がったんです。国一番のアトリエになったんですよ。へえ。うっ、すごい無関心。もうちょっと興味を持ってくれたって。いや、どうせ君たちが S ランクになるのは時間の問題だと思ってたし、取り立てて驚くようなことじゃないと思ってね。それとも、なんだい？うちでは国一番のアトリエだのなんだの言って、心の中では全く自信がなかったとか。いや、そんなことはないですけど。ならいいだろう。君たちの昇級は当然の結果、別に騒ぐようなことでもないさ。わかったわかった。じゃあ一言だけ。おめでとう、二人とも。これでいいか？やれやれ、想像しい双子だ。しかし分かっていたこととはいえ、本当に素晴らしい成長だね。果たしてどこまで伸びるのか。将来が楽しみで仕方ないよ。
銃に弾込めたっけ。いざって時戦えないと困るもんね。お祝いだものね。たくさん獲物を飼っておかないと。ぜひぜひお願いします。今から楽しみになってきちゃった。それじゃあ今日は失礼しますね。パーティー楽しみにしてます。それでは。なんだかお姉ちゃん、試験に受かった時のフィリスちゃんを思い出しちゃった。嬉しい気持ちと、やり遂げたっていう誇りと、
未来への希望がごちゃ混ぜになったような顔。私もあんな顔してたんだ。だったら悪くないかも。ええ、あの顔はいつ見てもいいものね。国一番のアトリエ、夢を叶えられてよかったね、二人とも。ランクに昇級したのでしょ。最後まで言わずとも分かりますよ。うん、二人なら絶対合格すると思ってたしね。おめでとう二人とも。ありがとうございます。今までいろいろお世話になりました。なんだかお別れみたいな挨拶だね。私たちまだしばらくここにいるつもりだよ。それでもいいでしょう。ただ一つだけ覚えておいてください。 S ランクへの昇級はただの通過点に過ぎない。これからもあなた方の錬金術は続いていくのですから。プラフタの言う通り、二人にはもっともっとすごい錬金術師になってもらわなきゃいけないからね。これに満足せず、さらに研鑽を積んでいくように。いいですね。はい。いつか二人をびっくりさせるようなとんでもない錬金術師になってみせますから。楽しみにしてるね、リリーちゃん、スーちゃん。
何やらふらりと外に出かけたと思ったら帰ってくるなり二人のことを言い出して、本当にパメラは不思議な人です。まあそれは今更言っても仕方ありませんね。おめでとうございます二人とも、自分たちの夢を叶えるとはとても立派でしたよ。ありがとうございます。シスターに褒められるのとっても嬉しいです。ねえねえグレイスさん、私のお店で二人の記念お札を売ってもいい？記念お札？何ですかそれ？絵を描いたお札よ。あなたたちの破竹の勢いにあやかろうかと思って。ああ、そんなものさすがに教会で売っちゃ。そうですね、数量限定であれば許可しましょう。いいんだ。おめでたいことですしね、きっと神もお許しになることでしょう。さすがグレイスさんだわじゃあ早速取り掛からないと。二人とも本当に頑張ったわね。ええ、これからのあなた方の人生にも幸多からんことを。
記憶をたどれば気配だけが漂う空を見上げれば遠く声がする。素敵。風は風のしなべ柔らかく誘い出す。あれは水の香り。どこ行く、どこ行く。昇級してちゃんと国一番のアトリエになれたんですよ。そう、そうなの。よかった、よかったわね。あれ、イル師匠、もしかして泣いて。うるさいわね。目にゴミが入っただけよ。やっと取れた。偉かったわね、あなたたち。しっかり努力してちゃんと夢を叶えた。それでこそ私の弟子よ。師匠のおかげです。ありがとうございました。本当に大変だったわ。あなたたちを教えるのは結構骨が折れたもの。
でもとっても楽しかった。私からもありがとう、二人とも。師匠。あ、でも忘れちゃダメよ。いつまで経ってもあなたたちは私の弟子。サボったり道を踏み外したりしたら容赦なくフラムで制裁するからね。わかってますって。師匠に制裁されたら消し済みになっちゃいますもん。今度またいろいろ聞きに来ますね。それでは。なんだか自分のことのように嬉しいわ。お父様、師匠になるっていいものね。重大発表があってですね。私たち国一番のアトリエになったの、偉いでしょう。だろ。あ、こら、私の真似しないでよね。まあ、言おうとしてたことは合ってるけど。なんだかんだで付き合いが長いからな、言いたいことぐらいすぐわかるって。しかしあのヘナチョコ双子が国一番になるだな、世の中何が起きるかわからねえな。
な。マティアス、先見の明がないんじゃないの？私たち最初から言ってましたよ、絶対に国一番のアトリエになるって。ま、それは確かに言葉通りやり遂げたのは素直に偉いと思うぜ。よっ、国一番のアトリエ姉妹、これからも錬金術でこの国を、いや、この世界を豊かにしていってくれよ。おお、いらっしゃいませ。今日はどんなご用ですか？儲かるお仕事ありますように。ちょっとリディ、寝癖ついてる。ダメだよ、身だしなみは整えなくちゃ。ちょっとリディ、寝癖ついてる。ダメだよ、身だしなみは整えなくちゃ。
あら？戻ってくるなんて、何か忘れ物でもしたのかしら？はい！とっても大事なこと、忘れちゃいました。私たち、ミレイユさんにお礼言ってなかったなって。ここまで来られたのは、ミレイユさんのおかげだから。お礼を言うために戻ってきたんです。そのためにわざわざ？はい、ミレイユさん、ここまで私たちのことを見守ってくれて、私たちのことを導いてくれてありがとうございました。ちょっとやめてよ。仕事の時は泣かないって決めてたから。ディディちゃん、スーちゃん、今まで本当によく頑張ったわね。偉いぞ。まさかここまでになるなんてね。ちょっと想像してなかったな。そうなんですか？ちょっぴり複雑。あら、いいじゃない。あなたたちは期待以上の成長をしたってことよ。これからもずっとまっすぐな二人でいてね。改めて S ランクへの昇級おめでとう。おかえり、二人とも。その顔、何も言わなくてもわかる。おめでとう。よく頑張ったな。お前たちは本当に俺の誇りだよ。しかし、思ってたよりずっと早かったな。俺なんて何もできなかった。
頼りない父親でごめんな。ううん、そんなことないよ。そりゃあ昔はぐうたらでダメダメだったけど、最近は依頼をこなしたり調合を手伝ったりしてくれてたじゃない。そうそう、お父さんが手伝ってくれなかったらきっとまだ S ランクには慣れてないもん。家族みんなの力を合わせたから国一番のアトリエになれたんだよね。そう言ってもらえるとありがたいな。それじゃそろそろ行くか。うん、行こう。お母さんに報告に。お母さん。いらっしゃい。よく来たわね。今日はね、お母さんに重大発表があるのです。お母さんきっと喜ぶよ。あらどんなことかしら。あのね、私たち S ランクの試験に合格したの。私たちお母さんと約束した国一番のアトリエになれたんだよ。わあ、すごいわ、二人とも。私との約束を守ってくれてとっても嬉しい。よく頑張ったわね、リディ、スール。そりゃそうだよ。だって大好きなお母さんとの約束だもん。そうだよ、私たち約束を守らない悪い子にはなりたくないからね。うんうん、二人ともいい子いい子。やっぱり二人は私の自慢の宝物だわ。でね、国一番のアトリエになった記念にお母さんに渡そうと思ってたものがあるんだ。え、本当？二人からのプレゼントだなんてすごく楽しみだわ。お母さん絶対びっくりするよ。何せ私たちの最高傑作だから。うん、お母さんへのプレゼントはじゃーん、これです。これはパステル？これで似顔絵でも描いてくれるの？ううん、そうじゃないよ。ちょっと待っててね。何をしたの？ね、お母さんの存在を固定化したの。は？どういうこと？
ったね。お母さんが消えちゃうかもしれないのって、お母さんの存在が曖昧な状態だからなんだ。絵ができた時に存在を形作る物質、多分エーテルだと思うんだけど、それが足りなかったんだね。で、今弱いのパステルを使うことで存在をそのままにエーテルを再度ピヨし直したの。そのおかげでお母さんの存在は固定化されて消えることはなくなったってわけ。簡単でしょ？ロジェ、噛み砕いて説明してくれる？すまん、俺にもわからん。お前たちいつの間にそこまで錬金術を。作るのは難しかったけど、理論自体はそこまで複雑じゃないよね。うん、私でもわかるくらいだし。お父さん黙ってるんじゃないの？錬金術って運命までも覆しちゃうのね。もうとっくに覚悟を決めてたのに。それに二人もすごいわ。子供って親が知らない間に育っちゃうものなのね。ああ、そうみたいだな。大したもんだ。いつの間にか遥かに俺のことを超えてやがった。努力と才能か。本当にすごいよ、お前たちは。まあ、なんて言ったってねえ。うん、私たちお父さんとお母さんの子供だもん。お前たち、かねえ、生意気なこと言いやがって。さて、これでこれからもみんなと一緒にいられるってことでいいのかしら？うん、そうだよ。お母さんはもう消えたりしないんだから。あ、でもしばらく一緒には暮らせないかも。どういうことだ？みんなのための錬金術師になるために私たち二人で決めたことがあるんだ。だからね、そのために家を出て旅をしようと思ってて。家を出る？おい、そんなこと聞いてないぞ。だいたいアトリエはどうするつもり？ちょっとロージェ、せっかく二人が決めたことだもの、尊重してあげましょう。それでリディ、スール、二人が決めたこと教えてもらってもいいかしら？うん、もちろん。私たちね、
リリー&スールのアトリエ、不思議な絵画の錬金術師。よく来たわね、双子ちゃん。何を見せてくれるの？ありがとう。確かに受け取ったわ。課題の内容を確認するのね。ありがとう。確かに受け取ったわ。課題の内容を確認するのね。
またいつでも来て。いらっしゃい。よく来たわね、双子ちゃん。本当にこれでいい？じゃあ評価を発表するわよ。まあなんとかってところかしらね。一応合格ではあるけど、もうちょっと頑張れたかしら。お見事。二人の作り上げた最高の一品、しっかり受け取ったわ。おめでとう、双子ちゃん。これであなたたちは無事 S ランクに昇級よ。しかもこの国初めてのね。初めての S ランク。じゃあ、やりすぎて意味がわからないことになってるわよ。よかったわね、タガちゃん。ずっと二人のことを見てきたから、私も感慨深いわ。ほらほら、いつまでもこんなところにいないで早く帰りなさい。国一番のアトリエになったこと、伝えたい人がいるんでしょ？